かりとお会いして謝罪をしたいんですけども。お前の一番の謝罪はその90万円を払うことだよ。わかりました。それでは警備員さんにお話を聞いてみたいと。警備員には聞くなっつってんだよ、なるわ。こちらからお前仕事でやってんだから、お前忙しいんだよ。お前どうしたらよろしいでしょうか。キャッシュカード持ってない場合はどうするか。私銀行のキャッシュカードは持っていませんけども、ペイペイは使えますけども、いかがでしょうか。あ、お前キャッシュカード持ってないけどペイペイ使えるのか。じゃあペイペイいいよ。お前先言えそれよ。ペイペイで払えよ。やはりですね、直接お会いしたいんですけども。お前じゃあなんでペイペイの話したんだよ。お前ペイペイで払うっつっただろ。お前お会いしていただけますでしょうか。いいからペイペイで払えよ。直接お会いしたいんですけども。いいから